どうもさん、こんにちは。前の動画でね、加藤の、フライホイールのね、まあ、第、その2のね、モーターの、分解方法を紹介しましたんで、今回はね、マイクレース先に行きたいかなと思います。で、今回使うのはこちらですね。製品番号 A の9763横浜市営地下鉄3000 R 型の編成ですね。まあ、一応発売が1年遅れた、あの市営地下鉄のうちの1本でございます。はい。まあ、一応ね、前回紹介したオーシャンアローのね、モーター車はね、まあ、あれ旧製品のモーターの仕組みでございますんでね。まあ、ここ数年発売されてる新型対応のね、モーター車とはちょっと分解方法が異なりますんでね。まあ、最近の、三両とかですかね、多分。その辺にね、まあ、活かせるやり方かなと思います。ってわけでね、行きたいかなと思いますね。マイクレースに関しては、先頭車両はね、案内してますんで大丈夫ですね。マイクレースは先頭車両はね、分解の方法変わりませんのでね。まあ、ボディ外して、ピン外して、で、終電盤同行なんで、確か。多分そうだよね。一応床下だけ確認しましょうかね。そうですね。まあ、ピン外して、あとは、鉄板とね、まあ、あるか、重り兼終電盤の鉄板なんで、そうですね。まあ、先頭車両に関してはね、やり方変わりませんのでね、まあ、ちょっとモーター車のやり方が変わるかなっていう程度でございます。ただね、主なモーター車の内蔵、まあ、あと、中の小ネジとかはね、変わりませんのでね、まあ、ちょっと本当にモーターの、組み合わせ方っていうのかな、まあ、ちょっとそこが変わっただけなんでね、まあ、軽い紹介になりますんでね。すいませんが、ご了承ください。というわけでいきたいと思います。まず、普通に先にボディ外しましょうかね。で、まあ一応ね、こうやって見る限りはね、普通のモーター車なんですけど、前回はね、変な C 型の、パーツが入ってたんですけど、これがね、最近のモーター車だと C 型のパーツが入ってないやつがね、ありますんで、まあそれもね、ちょっとまあ、分解の方法でね、案内していきたいかなと思います。で、先に床下パーツ出しましてね、台車のパーツですね、これ外していきます。よいしょ。今回はね、先に台車外した方が楽なんでね、外しちゃいます。で、いつものごとく、床下パーツですね。この床下の座席パーツの外すんで、まあ、爪をね、外していきます。で、ここの爪ね、ちょっとマイクレースの場合、脆いんで、簡単にね、ポキッと折れますんで、折れないようにご注意ください。今ね、こうやって取れたんですけど、ちなみにちょっと待って、床下パーツの向きを、ここだとね、まあ、今回ね、これ今なんで簡単なのかというと、昔のやつはね、ここの C ポケットがあったんで、その重りでね、塞いでて、この軸のパーツとかがね、簡単には外れないようになってたんですけども、まあ、最近のモーターはちょっと仕組みが変わりまして、ちょっと先にこの、プラ板も外しまして。よいしょ。ここですね、これ、上からね、はめる仕組みになりましたんで、まあ、結構そこがね、変わったところでございます。で、なんかグリスがすんげー漏れてんだけど、そういや、この車両も、なんだかんだ買ってから、そうだね、走らしてはいるけど、メンテナンスしないですね。で、このね、シャフトの部分とかもね、若干変わってますんでね。まあ、今回はね、その、はめ込み方とかもね、まあ、軽く案内できたらいいかなと思いますね。多分、モーターも本当に変わったんですかね。フライホイールっていうのかな、これわかんないんだけど。いまいちその辺のモーターの仕組みがね、俺ちょっと機械音痴なんでごめんなさいね。俺学歴が中卒なんで、その辺に関してはね、からっきりダメなんでね。で、床下の外し方に関してはですね、これ、最近のやつはね、ネジ式じゃないんで、これ普通にね、ピンってやってあげると。どうやんだっけな。ここっすね。この横っ腹の部分が、噛み込み部分になりますんで、ここっすね。ちょっとここの突起の、この横部分がね、噛んでる場所になりますんで、まあ、裏側からここっすね。こうやってあげると簡単に外れますんでね。はめるときはね、逆に上から、スコンと落としてやると簡単にはまるんですけど、たまにその組み合わせが悪いときがあるんでね。ここが難点かなと思いますね。これに関してはね、まあ慣れしかないですね。ごめんなさいね。俺もこれはね、100発100中では絶対入らないんで、だいたい5回に2回の確率ぐらいじゃなきゃ入りませんので。よいしょ、こんな感じですね。まあここはね、中のパーツに関してはね、まあ床下外して、車輪外してっていうやり方なんで、ここは変わりませんのでね。まあそんな感じからですね。で、ここははめ方っすね。ここ、まあモーターの部分ですね。シャフトの部分に穴がありますんで、ここにね、この、ここですね。台車側のね、軸にはめる部分は、まあ、こういう風にね、十字型になってるんですけども、まあ、十字型って言っても、まあ、そこまででかい十字型じゃないですけど、まあ、でも基本的にこれね、向き変わりませんのでね、まあ、これ、モーターの部分にね、ここ、しっかりはめてあげて、ここですね。この、まあ、十字とかはマイナス型か、これはめてあげて、で、反対側の部分もね、ここのモーターの、この噛み合わせですね、ここの噛み合わせに、これはね、下からでも上からでもどっちでもいい。ああ、取れた。
これはね、下からでも上からでもどっちでもいいでね、まあ、はめてあげて。で、こうやってね、戻してあげて。で、前回のやつはね、まあ、シャフト合わせて、はめてたんですけど、まあ、今回からね、ここがもう全部爪根でなってますんでね。まあ、この時点でもう台車、はめちゃって。こんな感じですね。でこれちょっとね、台車がね、ちょっとでも位置ずれてると、綺麗に噛み合いませんので、そこがちょっと難点なんですよね。最近のこれは。こんな感じですね。で、これまだ綺麗にはまってませんので。まあ、ここに関してはね、まあ、はまるかはまらないかも。あ、こんな感じですね。今これカチッてちゃんとはまってますんでね。まあ、これでね、もう台車が絶対にね、外れることはね、ございませんので、ね、まあ大丈夫かなと思います。で、反対側も同様にね、モーターのここに差し込んであげて。まあ、ちょっと今回ね、わかりやすいように上から行きましょうかね。まあ上から差し込んであげて。で、そのままね、ここの押さえパーツのところに合わせてあげて。で、台車パーツですね。まあここをカチッとはめ込んであげて。で、この辺はね、まだ、ここはまだブカブカしますんでね。さっき外した、まあ、プラ板の部分ですね。ここを、戻してあげて。で、ちょっと今、終電盤が倒れてますんで。これだけちょっと起き上がらせてあげて。ちなみに、昔は終電盤ゴムだったのが、今、プラスチックになったんですね。全然知らんかった。で、まあ、室内灯のパーツに関してはね、これですね。昔のやつって、これ、ここの部分がね、接着剤かなんかでガッツリ固められてて、外しにくくなったんですけど、最近のやつはですね、ここ、まあ、裏から普通に、隙間の部分にね、カッター入れてあげると、それでもね、また固定されてる部分がありますんでね、ここ、マジでぶっ壊さないように。これね、ものによって硬いんですよね。一部はね、緩いやつがあったんですけど、今回の CH 化鉄はちょっと硬いですね。まあ、ここの突起の部分で、ね、本当はバキッて外してあげると、まあ、この銅板部分がね、簡単に外れて、まあ、メンテナンスの方にしやすくなるんですけど、ただ、これ外しちゃうと、まあ、両端の部分でね、支えなきゃいけなくなるんで、そこはね、ちょっとまあ、両面テープとかで、まあ、固定するのになんないになりますんで、ここは正直言ってね、そんなに外さない方が俺はいいかなと思いますね。ただ、まあ、本当に、まあ、これ結構この時点でも汚れちゃってますんで、本当に動作がね、動きにくかったりするときはね、もうここ、外してあげればいいかなと思いますね。外し方としてはね、まあ、今回これちょっと、試しに外してますけど、まあ、ここの爪の部分ですね、折らないように、まあ、広げてあげて、これ両方ともですね。こんな感じで広げてあげて。で、ここあとはね、カッターでやってるこれ結構、ブスっていって怖いんですけど、この隙間部分から銅板をゆっくり差し込んであげて、で、パキッてやると、昔は簡単に取れたんですけど、最近のやつはだいぶ互換上ですね。まあ、ちょっとここの取り付けの爪とかもね、パキッと折れそうになりそうなんで、まあ、極力その故障だけは抑えたいんですけど。昔はね、ほんと結構これ簡単に取れたんですよね。ちょっとの衝撃で外れたんですけど、最近のは結構頑丈になったんですね。これに関してはちょっと俺でも手こずるな。まあ、最近ほんとこれ外しなかったんでね。あ、無理だね。最近のやつって外れなくなったんだ、そう簡単に。オーマイガーだな。まあ、じゃあしょうがないんでね、外れないなら、この時点で、ここの部分でね、まあちょっと砂消しとかで軽く研磨したりね。まあ、あんまり良くはないですけど、ピカールとか使ってあげると、まあ結構いいかなと思いますね。ピカールは結構なんだっけな。例えば言うと、ホームセンターとかに行けばね、売ってますんでね。まあちょっと、興味がある方は、まあピカ、まあでもピカールはでもおろすすめしないんだよな。ピカールって結構匂いが残ったりするんで、結構たち悪いんですよね。まあ、だからこの場合はね、砂消しで本当、気をつけながらね、まあ、研磨してあげるといいかなと思います。で、一応ね、この時点ではまだ車輪がブカブカなんですけど、まあ、このね、台車パーツさえがね、来れば、この穴の部分ですね、ここ、ちょうど両端の部分に見えるかな、ここ、突起があると思うんですけど、この突起がね、ここのモーターの、穴にかみますんで、まあ、普通にね、上からはめてあげると、こんな感じでね、台車が完全にね、固定されますんでね、まあ、あとはね、首振るだけの台車になりますんでね。ございます。で、この台車のいいところって何かっていうと、まあ、普通にね、車輪だけメンテナンスしてるときって、こうやって外せばね、ここの部分が簡単には外れませんのでね。あとはね、台車をグッと押さえてあげると、ここ、わかるかな？こうやって、グッと押さえると少しへこみますんで、押さえ込みながらね、まあ、ここの部分ですね。ここの楕円の部分に入れてあげると、入りますんでね。ただ、この時点では、この部分もね、ここ、
簡単にはね、これ取れませんのでね。まあ、これは本当に最近のモーターのいいところかなと思います。で、入れてあげて、で、噛んだらね、ここをグッと押し込んであげると、こうやってね、カチッって言って、またね、首だけが振るようになりますんでね。本当にこれは、最近のモーターのね、まあ、メンテナンスしやすさで言ったらね、まあ、前のコの字パーツも取れて、ギアの部分もね、取れてっていうよりかは結構楽かなと思います。結構ね、だから俺最近のこのマイクロ S のモーターね、好きなんですよね。で、あとはね、床下カバーはめてあげて。で、あとはね、車体に戻せばね、完成でございます。まあ、これはね、中間車もね、やり方は、昔のやつね、変わらないんでね。まあ、モーター車だけがね、ちょっと仕組みが、少し変わったかな、ぐらいかなと思います。まあ、あとはね、マイクロ S の場合は、マイクロ S の機関車って俺1台しか持ってなくて、それも2台持ってたな。なんだっけな、青大将1台とずいぶん前に買った64の貨物車かな。あれが1台あるぐらいなんで、まあちょっとマイクロ S の機関車はね、あと SL 銀、あの、銀河鉄道99しかないんで、まあちょっとね、まあその辺に関してはね、SL とかはマジで分解すると、手のつけられなかったら、俺も俺で危ないんで、ちょっとね、SL に関してはごめんなさい。まあ、カトル SL みたいにね、簡単に、落合に送って帰ってこれればいいんですけど、わらびに送って、治って帰ってくるの自信がねえんだよな。だからね、マジで、そこだけはね、ちょっとご了承ください。まあ、一応そんなとこございますね。で、支持地下ってなんですけど、これまだ女性、優先席とかね、その辺のスティッカーまだないんでね。まあ、行き先しか貼れてない状況なんで。支持地下ってはまだ室内灯企画やってねえんだよな。一番最初何やったっけな？一番最初に、エヴァかハローキティやってハローキティ買って、2段目が、だるまか山手線か。で、多分3段目もだるま買いません、どっちかで。で、4段目がね、今やってる700系か。700系で新幹線か。まあ、という動かなと思いますね。まあ、多分次回は、そうか、市営地下鉄にするか。ちょうど4本あるし。ただ市営地下鉄、絶対票数集まりそうにねえな。マイナー中のマイナー公営市営地下鉄だからな。まあ、一応、新百合ヶ丘まで延伸するから、多分少しは話題になっただろうけど。そんなところでございますね。はい。で、一応これでね、一通りマイクロ S の、ね、車両セットの方は、大丈夫だと思いますんでね。まあ、もし何かあったらね、コメントなり、まあ、ツイッターの方までね、まあ、メッセージ俺開放しますんでね。まあ、何かあればコメントかツイッターの方までご連絡ください。まあ、少しはね、解決できる道になったらいいかなと思います。はい。というわけでね、一応マイクロ S 戦はね、これで終わりなんで、次はね、グリーンマックス2種類いきたいと思いますんで、終わりにしたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。